どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、ハニーさん小杖さんでございます。今日もこのシチュエーションでは毎度おなじみのですね、夫婦でセッション行ってみようと思います。4連休ということでね、まあ家で、まあまあどっちにしろ家でよくばったり ね、はい、リビングルームでよくこういうセッションしてるんで今日もシェアしたいと思います。コードと歌詞を出すので皆さんも私たちと一緒にセッションしていきましょう。今すごい雨だから、ね、朝から晩まで雨で ね、でもそんな時こそ家でウクレレ、これ最高だと思います。あ、この動画初めて見た方、ウクレレ面白そうだな、私もできるかなと思うでしょう。できますよ。ここのリンク行ってウクレレもどんどん楽しめるんでね、行ってらっしゃい。それで演奏の後にですね、まあ、またちょっとの解説というかも入れてきますので、最後までまたご覧になってください。よし、それじゃあ行きましょう。あ、今日のテーマソングでまた言ってるんだ、はい、今日のテーマソングは畑基博さんドラえもんの曲でおなじみ、はあ、ひまわりの約束、ひまわりの約束です。ちょっとガズレレ夫婦オリジナルアレンジバージョンでございますけれども、はい、それではやってみようか、はい、夫婦セッションひまわりの約束やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。それがこう相まって、うん、雨もちょっとみんなには聞こえるか分かんないけど、雨のこのね、うん、雨音の BGM も、いやー、この時期ならではの夫婦セッションやってみました。あのテロップね、うん、出しといたんで、あのちょっと面白そうだなと思って、何回もセッションしましょう、私たちとは。やっぱりね、一人でやるのもいいけど、こう二人でやる、アンサンブル、うん、もう大勢でもやっぱ楽しいと思う。このちっちゃいウクレレで、ね、もういろんなもう、本当お楽しみがもうたっぷりでございます、皆さん、本当に、ご活用ください。で、ひまわりの約束の、ね、これね、ちょっといろいろ調べてみたんですけど、本当に初心者レッスン動画しかないんで、近日中に、ちょっとめっちゃかっこいいバージョン、ものすごい昔やってるんですけどね、すごい不親切だったんで、また改訂版をね、2020年版上を夏ぐらいにまたやろうかな。ひまわりといえば夏だからね、夏になったらそれをまた改訂版やろうと思いますので、お楽しみにお待ちください。はい、それちょっと告知、8月1日このガズレレのイベント、おうちでガズレレ、こちらのイベント決まってますよ。これです、今もう続々参加の方増えてきてくださってるんですけど、まあ皆さんまだの方ちょっとね、ご検討ください。ちょっとリンクこの辺に貼っとくんでね、8月1日昼間オンラインライブ、お楽しみにしておいてください。もう盛りだくさんですからね。あとはね、もうほんといつも言ってんだけど、T シャツとかのストラップだとか、これハニーさんが作ってるやつ、キャップだとかね、あのこの水引きだとか、まあこのウクレレ今ちょっとまた近々ね、また再販売開始になると思いますけど、とにかくガズレレ.com見てください。盛りだくさんですから、とにかくね、もう、
もう本当にね、もうてんやわんやの大騒ぎになってますんでね、ガズクラブも盛り上がってます。もう相当な人数でいろいろやってるんですけど、まあまあ思い出楽しんでいきましょう、はい、もうウクレレがあるよ僕たちには、うん、はい、それでは今日は、夫婦でセッション、見てくださいありがとうございました。それではまたさよなら、バイバイ。